ちょっと腰できなかったら坊主、うん、ああ別に彼女まあいたらいいよねぐらいのやつができなかったら坊主にする、まあ、確かに従い確かに意味不明だから、確かに俺が従ってるだけみたいになっちゃうもんな、うん、ただね坊主にしたいだけっていう。どうすんのもっち、レベル合わせよ、レベルどんぐらい欲しい、100中何、あー今か100がじゃあ坊主でいい、うん60、おお、まあ、まあまあ高いんだ、ね、半分超えてるから、いや半分ではない、じゃあまあ4割髪の毛残せばいいんじゃない、そうだね坊主にするわ、角刈りや坊主にするわ、そしたら前から剃ってって後ろだけ残るみたいな状態、坊主にするわ、そしたら俺頭で丸罰ゲーム作る、座布団のやつここよ、女って感じか、ここうわそれ1万円やだ、まあ、60なら別に何もいらないんじゃね、そんな欲しくねえじゃん、60確かにな、いや別に貸して欲しいわけではないんだけど、限りなく50に近いとかどっちでもいいじゃん、それはまあ欲しいなぐらい、そうさ、血眼ではないんだよな、一般的な男で、それはもう確かに、まあ、いたらいいんじゃないくらいな人じゃん、60って、そうなんだよな、じゃあ別にいいよ、坊主にしなくて、うわじゃあもう毎回彼女できない、やめよ、なしなし、おい、ダメ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 、彼女できない、いいじゃん60しか欲しくないやつは坊主にしないよ、まあそうなんだけどな、今の空気はやばい、坊主、じゃあメガネをサングラスにするっていう別に今お前が坊主にじゃするよって言ってもおもろかないぞ、坊主にしますとは言わないけど、なんかね、ちょいタトゥーは、いや一番嫌だわ俺、そっちの方が嫌だわ、ちっちゃい、ね、ちっちゃい、あで なら坊主がいい、星とか絶対タトゥー嫌だもん、ちょい星、ちょっとだけもうとかじゃなくてもなんかもう内ももぐらい、結構マジでやだ、いい、俺タトゥーは本当に嫌だ、もも150ぐらいタトゥーだ、内ももに内ももって書こう、絶対嫌だ、ピアスピアスも嫌なんだよね、あピアス、ピアスちょうどいい気がするんだよな、ピアスしたくないんだよ、じゃあいいじゃん、じゃあいいじゃん、したくない、よくなるやん、本当にしたくないんだよ、女もののピアスするよ、しよう、いや本当にしたくないんだよな、でもお前さ髪も染めたくないって言ってさ、うん、髪染めたじゃん結局、うん、ピアスか坊主かだったら坊主、絶対髪染めたくないって言って髪染めたんだら、別にピアスも絶対開けたくないって言って開けたら、うん、ピアス意外といいわ、いやピアスは嫌だよな、絶対なるから、もっちはもうね嫌すぎない、絶対なる、髪の毛はまだしもピアスはな、なんでなんで嫌いなんだよね、偏見、ピアス、偏見っていうか俺が苦手なんだよね、ピアス、ピアス別にピアスしてることが嫌いとかじゃなくて、なんか俺はしたくない、絶対開けんのかってこと、そう、それわかる、なんか気になるってこと、それとも見た目的に、気にもなるし、なんか見た目的にも嫌い、うわ、おいやだから言ったで、別にしてるのはいいけど、隠せごめんごめん取るわ隠せいやだから別にそう、自分がね、なんかやるのがきつい、いや絶対したらきついっていうか、そんなんか嫌なんだよね、じゃあ髪の毛グレーじゃない、グレー、いやーいやなー、やだなー、ご褒美やん、なんだろうな、それでいいじゃん、やだなー、全部坊主かグレー、坊主かグレーだったらどっち、どっちもグレーやん確かに坊主とグレーだったら、坊主100なんでしょ、じゃあ坊主じゃないじゃん、そもそも、ね、でもなんかグレーってなー、俺嫌なんだよな、60でグレーなん、グレーなん、グレーって坊主とどっこいぐらい、マジか、嫌なんだもん、染めんのかな、そんな好きじゃないからさ、この髪色でいたい、もうなんなら一生これでいい、なんか60に見合うさ、いい感じのなんか欲しいよ、染めるはね、俺的に嫌なんだよ、いやだから60しか欲しくないやつに罰ゲームいる問題あるよ、いらないな、いらないよ、いらわ、本当にいらない、いらないわ、まるまるカット、今カット、いや使うけどなし、おほほい、そういえば全然10万話しなくないと思って、そうだよ、確かに話飛躍しすぎたな、いや彼女欲しいって言ってって言わせてからじゃん、そうだそうだだいぶそれたな、革靴とか買えばもっちゃう、おーいいいいじゃん、普通にいいじゃん、普通に、俺もそういう感じにしようか、それはいいわ、俺革靴にします、普段買えない、おーいいね、普通に欲しい、高めのアパレルグッズにしよう、そう普段買えないから、俺ピアス、シャネルシャネルビビアンじゃなくていい、ビビアンのピアス流されすぎだろ、ネックレスも買っちゃおっかな、うえクロムハーツ、クロムハーツノセッチは、ノセッチ聞いたことない、ノセッチノセッチは可愛いトップスを買えればいいんじゃないですかねと思ってる、いくら以上って決めね、安いお前、いやなんかこれを機会に高い靴買えば、高い服買えばいいじゃん、1着ぐらい、うわーうわーブランドなんか、まあブランド、まあそう、あ、俺センスで買い物したいんだよ、センスオブプレイス、そうセンスそんなじゃん、洋ブランドじゃない
そんなだけどセンス好きなんだよ。2個あんのぐらいじゃん。そうだよ、そうだよ。しかもアーバンリサーチの株だし。あ、そうなんだ、うん、いや俺アーバンリサーチの方が好きじゃないわ。別に高けりゃいいってもんじゃないかな。いやでもなんかさ、高けりゃいいってこういう時だからこそ1着2万ぐらいのトップスとかさ、買ってみたいとかない？大は小を兼ねる。いや最近なー、ブランド何が流行ってんだろう。なんかグッチとかは嫌じゃん。いやだシュプリームとか、まあ、そういうのじゃない。なんかストゥーシーとか、そう最近は Y3 もちょっとね、キザだよね、蔓延してるよね。本当にセンスか、あとなんだっけ、ブルーエンカウントじゃなくてさ、ブルーエンカウントレイジブルか。レイジブルだ、そう。いや、激安ブランドやね。いや、まあ、それは給料日の次の日やん。しかもレイジブルーは高校生が買うとこのイメージすごいんだけど。いや、俺もそっち系が好きなんで。レイジブルーがここにある中のこの縦列の話じゃん。なんかここら辺攻めればいいんじゃない？そうそうそう、レイジブルーの上に行けばいいんじゃない？わざわざレイジブルーに行く必要がないじゃん。そうそうそう、だからそういう系統が好きなんだけど、だからその系統のこの辺にいるあれが分かんない、ブランド。俺も分かんない。分かんないかい。レイジブルー、ハレーって何だろう、何だろうみたいな。じゃあこの辺にいるあのブランド教えてください。視聴者の方。そうね。まあ、それを買います。じゃあ一着。トップスを、まあ、2万前後で。おお、いや、行くね。一着2万。まあ、こん時だからね。いいね、回しとこ。いやー、いいな、経済は。楽しいな、それ。2万の服5着買えんだよ。ね、まあね、普通にすごい。全額使ったらそう。じゃらじゃらよ。どういう表現？いや、これから夏だからな。金かかんないんだよね、そうそう、夏ってね。安いんだよね、比較的ね。そしたらやっぱスニーカーじゃない？夏だったら。スニーカーか。スニーカー買っちゃったな。ナース買ってもよくね。いや、そう。ということでね、皆さんの10万の使い道をコメント欄にお書きください。ということでね、またお洋服紹介でお会いしましょう。買ったもの紹介か。あ、また買ったもの紹介でお会いしましょう。さよなら。バイバーイ。